こんにちは、永山雅史です。今日は J2 リーグ第14節ザスパ草津群馬戦について話していきたいと思います。群馬戦に関してはね、自分たちがしっかりとペースを握って、攻め、そして相手の攻めも早い段階で、潰して自分たちのボールにしてまた攻めるという形にはなっていたんでね、安心して見ていることはできましたけど、ただ相手のカウンターに対して、もうちょっと行くべきところをしっかりと行くべきかなっていう感想もあります。あの得点シーンなんですけれども、右サイドスローインから始まってるんですよね。右サイドのスローインからそこからボールを、中に運び左サイドに展開してるんですよね。その左サイドから今度また右サイドにフリーでペナルティエリア内に侵入した、鈴木優斗に、素晴らしい、パスが入ってきてるんですよ。それを、ワンタッチで中に落とし、そこに入ってきた遠藤がゴールを決めると。相手を1回、2回、3回振ってるんですよね。鈴木優斗に出したルキアンのそのサイドからのクロスですか、そのボールも素晴らしかったですからね。非常にね、浮いたボールでね、それをジャンプしながら、しっかりと打ちやすいところにボールをね落としているというところがまた鈴木優斗の素晴らしいところかなと思いますし、その落としたボールを確実にゴールしているあの遠藤のさりげなさというか、あの落ち着き、そしてボールを捉える技術、インパクト、いや本当にあの技術は嘘をつかないというか、技術が本当に大切なんだなというものをね感じさせてくれるあのボレーシュートでしたね。そういう素晴らしいプレーが何個か重なれば、やはりゴールの匂いというものは強くなりますよね。遠藤のポジションというものはボランチとかそういうどちらかというとディフェンシブのところから試合を作る、あるいはチャンスメイクをするというポジションなんですよね。そこからゴール前に入っていく、あのゴールシーンはペナルティエリア内に侵入してのボレーシュートなんですよね。そこまでの幅広い動きと予測ですよね。ここにボールがこう来たならばここにボールが来るだろうという予測を持った動き出しができている、それがああいう結果に結びついているのかなと思います。点をたくさん取れてるっていう時にはなんでこんな簡単に点取れるんだろう、今日も入っちゃったっていう時もあるんですよ。狙ってなくても打ったならば、あれ意図しないところに行ってゴールが生まれたっていうこともありますし、また狙っても入らない時もありますし、チャンスがなかなか巡ってこない時もあるんですよ。波がある中でもその波をどこまで高いところで保っていけるのか、1年2年じゃないんですよ、24年ですよ。24年って言ったら小学6年生を2回やったぐらいなんですよね。生まれて小学6年生までまたリセットして生まれて小学6年生まで、これ毎年ゴールしてるんですよ。すごいことですよね、本当に、何を言ってるんだろうなって。攻撃面で、もっともっと期待したいことは多いんですけれども、まずね、個人の仕掛けで、ゴールを狙っていける、そういうものが理想ですよね。ただそれが叶わない時ですよね。一人で行ってなかなか難しいとなったならば、そこに2人3人と絡んでいきながら相手をこう揺さぶりながら仕掛けていくっていうものが重要になっていきますから、本当に個で崩せることが理想です。ただそこに個がダメなら個と個が一緒になって、それぞれの個と個が独立するのではなく一つのグループとなって攻めていければそれが最高ですね。公式記録をここにあるんですけどね、公式記録がね、それを見ますと、うちのシュートが前半6本、そして後半3本の9本なんですよね。もうちょっとシュートを打っていきたいなと、そのシュートを打つためにもしっかりとゴールに向けているか、ゴールに対してその打てる状態にあるのかっていうことが、その本数に関わってくると思いますし、シュートが多ければ多いほどいいというものではないんですけれどもね、その質にもよりますし、ちゃんと枠を捉えるという効果的なシュートっていうものが非常に望まれるんですけれども、ただ
シュートを打たずにリズムを崩していくということにもつながりますから、やはりシュートを打っていく、自分たちの攻撃をシュートで完結させるという部分が非常にチームにリズムを、いいテンポをもたらしてくれるのかなっていうものも感じますから、そういう状態にチームをしていきたいですよね。とにかく失点ゼロということはチームにとっても大きなことだなと思います。しっかりとしたリスク管理ですよね。それができていたかなっていうものは感じますよね。あとはカバーリングですよね。誰かが出ていった、その後誰がカバーするのか、まあそういうところで完璧に全部やり尽くしたとは言いません。ただその中でもやれるべきことをしっかりやろうとしたっていう姿勢は見れていましたし、あとはそのセカンドボールへの反応ですよね。誰かと誰かが競る、相手と競る、その中でこぼれてきたボールへの反応、予測、それを奪い取る、そういった部分では非常にいい出足があったのかなと。そこでボールをしっかりと奪うことができたことによって、また自分たちの攻撃につなげることができたかなと思いますね。そして前線からのプレスですよね。自分たちが攻めていった後、そこから奪われた後にもしっかりとしたそこからのディフェンスができているからこそ、その後ろが狙いを持てる、そこでボールをダッシュすることができる、そういう回数が非常に多かったんですよね。そういった意味で全員で守り、そして奪ったならばそこからしっかりとつないで全員で攻める、そういう姿勢がしっかりとグラウンドの上で表されていたのかなとは感じてます。次節は東京ヴェルディ戦になります。アウェーでの戦いになるということでね、ヴェルディというとやはり技術、個人個人の技術がすごく高いというねイメージが強いんですよね。そしてそれをしっかりとチームの中で生かしてくるっていうイメージが強いんで、やはり1人で行って取れない部分は2人3人でしっかりとチャレンジ&カバーですよね。1人が行く、その後のカバーをしっかり行く、まあ基本的なことなんですけれどもね、それに対してちゃんとボールサイドに人が集める、そういうことが重要になってくるかなと思いますし、そこからサイドチェンジされたならばそれでしっかりと素早いスライドをしながらそこに対応するということが重要になってくるかなとは思いますね。まあアウェーというところは非常に難しい戦いがよくこう展開されるんですけれども、やはりそこに乗り込む姿勢ですよね。そこに向かうためのしっかりとした準備を整えて、東京ヴェルディ戦に向けてしっかりと高め、気持ちも高め、技術戦術もしっかり安定したものに仕上げた上で、なんとか戦って勝ち点3をものにしたいと思います。